同明寺の戦いは、江戸幕府と豊臣家の間の大阪の陣のうち、慶長20年に発生した大阪夏の陣における戦いの一つ。豊臣方は、大阪城が大阪冬の陣の後堀をすべて埋められてしまったため、夏の陣では城を出て戦わざるを得ない状況になっていた。幕府軍は、河地方面、山和方面及び、伊方面より大阪城に迫った。 大和方面軍は、水野勝成を先方大将とし、松平忠てる、伊達正宗など総勢34,300の兵で構成されていた。4月30日、大阪城内では、大和口から来る幕府軍に対し、河内平野に侵入してくるところをア路で待ち受け、戦闘部隊を叩くことに決定した。5月1日、豊臣軍では、 後藤元寺らの全体六千四百人が、その後、毛利勝永、真田の武ら交代一万二千人が、大阪城を出発した。五月五日、河内国平野で宿営した後藤、毛利、真田らは、同日夜半に出発し、翌日に、道明寺村付近に集結、国分村の境愛なじで、幕府軍を迎え撃つことを取り決めた。道明寺の戦い、 午前拡大小松山古戦場跡日5月6日午前0時、後藤元知識の兵2800は平野を出発し、藤井寺を経て、夜明け前に同明寺に到着した。しかし、他に誰もまだ到着していない。そして、後藤は幕府軍がすでに国部村に展開していることを知る。作戦がすでに破綻していることを認めた後藤は、 石川を渡り小松山に上り陣を構えた。幕府軍は、小松山に敵が不陣していることを知り、それを包囲することにした。午前4時、後藤は、松倉重政、奥田中治勢に対し攻撃を仕掛けた。奥田は戦士、松倉勢も崩れかかったが、水野勝成、堀直よりが来園し、かろうじて助かった。小松山を包囲した、幕府軍は、伊達政宗 松平忠明が銃撃を加え、小松山に取り付こうとした。後藤勢は、次々に荒手を繰り出す、幕府軍を数度にわたり撃退したが、それにも限界があった。後藤は負傷者らを後方に下げ、小松山を降り、幕府軍に、最後の突撃を勧告した。敵数隊を撃退するも、庭市新勢に側面を突かれ、立ち往生し、さらに、伊達勢の銃撃により、後藤が被弾した。 正午ごろ、約8時間の戦闘の末、後藤は戦死、後藤隊も壊滅した。道明寺の戦い、午後拡大この頃になって、全体の残り、鈴木田兼助赤嶋正則、山川・兼信らが、道明寺に到着し、幕府軍を迎え撃った。鈴木田は、自らたちを振るったが戦死、残余の部隊は、本田村方面に交代した。そこへ、 後退の毛利勝長が同明寺に到着、真田の武らは交代してきた兵を収容し、本田村付近に着陣した。伊達勢の片倉重長は、真田勢を見るとこれに攻め寄せた。片倉は部隊を前後2隊に分け、左右に鉄砲隊を展開させて攻撃した。これに対し真田勢も鉄砲で応戦しつつ、兵を伏せ片倉勢の接近を待って迎え撃った。 片倉自身が馬上四騎を切り伏せたり、渡辺忠氏は負傷するなど激戦が展開されたが、真田勢が伊達勢を道明寺あたりまで押し込んだ後、自身は藤井寺まで交代し、毛利勢と合流した。幕府軍は道明寺から本田のあたりで陣を立て直し、豊臣軍は藤井寺から本田の西にかけて、夫人、両軍が退治し、膠着状態になった。 午後2時半ごろ、大阪城から矢を、和江の廃砲と退却の命令が、豊臣軍に伝えられた。豊臣軍は、真田隊を伝軍とし、午後4時過ぎから順次、天王寺方面へ撤退を開始した。水野勝成は、追撃を主張したが、諸将は、兵の疲労を理由に応じなかった。後藤元寺の物体のみが、予定通りの作戦行動が行え、他の、 各部隊がことごとく驚くべき地産をしてしまった原因については、など諸説ある。ありがとうございます。